スベン・アンダ・シュヘディンは、スウェーデンの地理学者、中央アジア探検家。ストックホルムで建築業を営む、中流家庭に生まれ、小学校の同級生には、経済学者、グスタフ・カッセルや、数学者、イバル・フレドホルムなどがいた。1902年に貴族に列せられ、1909年に、イギリスより、ナイトの称号を得る。 ヘディンが倒査したルートアドルフ・エリク・ノルデン・ショルドの成功に感銘を受け、生涯支持した。ベルリン大学でシルクロードの提唱者として知られるリヒト・ホーフェンの指導を受けて、中央アジア探検を決意し、ペルシア、メソポタミアに旅行。スウェーデン王オースカル2世がペルシアに派遣した施設団の一員として、メルブ、ブハラ、サマルカンド、カシュガルなどを旅行。 ロシアのオレンブルクから、ウラル山脈を越え、パミール高原、タクラマカン砂漠南辺、ザイダム、青海からオルドスを横断、カルガン口を経て、北京に到着。1898年には、中央アジア探検の功績に対して、王立地理学会から、金メダルを贈られた。1899年から1902年にかけて、タリム盆地及び中部チベット故省地方の北部を、 探検したその間、1900年に古代都市ローランの遺跡と、干上がった、ロプノールの故障を発見し、よく知られている、彷徨える湖説を唱えるに至った。多くの文書、遺物を取得して、カラコルム山脈を越え、霊カシュミールに出て、再び、カラコルム峠を越えて、カシュガルに至り、フェルガナのアンディジャンに到着、ロシア経由で帰国した。 1905年、ペルシアからインドに入り、霊から西北チベットに侵入、中央チベット故障地帯を探検してインダス川、サトレジ川、ブラマプトラ川の水源地方を調査。4月に至って、パンチェンラマの歓迎を受けた。サトレジ川の川源及び、ヒマラヤ山脈の北にあってこれと、並行し、カラコルム山脈に連なる山脈を発見し、これを、 トランスヒマラヤと名付けた。カイラス山へも訪れたが、チベット人に入山を禁じられている。これらの成功は、パトロンである、ロシア皇帝ニコライ二世との個人的な友情なしには、成功を話し得なかった。また、ノーベル家の援助も受け、その関わりは、生涯にわたった。他に、大谷探検隊で知られ、浄土新州本願寺派保守も務めた。 大谷洪水からの援助も受けていた。1908年に帰国。1927年に西北科学考察団を組織し、スウェーデンドイツ、中国の学者の協力による大規模な探検を行い、東は東蒙古の熱化地帯から、西は新京省を越えてペルシアに及び、南はチベット北部から、北は天山に至る地域について、地理。 考古生物、民族、人類学など広範囲な部門について研究を行った。新教省の政治上の悪化と第二次世界大戦の勃発によってその予定は完全には実現されなかった。1934年にロプノオールの復活を自らの目で確かめた後、1935年に帰国したが途上立ち寄ったドイツで、 アドルフ・ヒトラーの艦隊を受け、その後数回にわたって、ナチス幹部と接触を持ち、自国に対するドイツの動向を探った。このコネクションを使い、ユダヤ人やナチスドイツに占領された、ノルウェーのレジスタンス活動家を救い出したこともあった。なおヘディンは、16分の1で、ユダヤ人の血筋を引いていたが、新聞史上で、対等期のナチスを来参したこともあった。 これらの行動が原因で第二次世界大戦終結後にスウェーデン国内ではヘディンをナチスドイツに協力したとして大きく批判された。1952年ヘディンはストックホルムで没した。没する直前まで探検に関する著述活動を行っていた。ストックホルムの民族学博物館にヘディンに関するライブラリーが併設され、蔵書には彼の収集した。 古文書や彼自身の著作物が含まれている。また、ウップサラ大学とスウェーデン自然歴史博物館においても、彼の探検に関する自責や採集した功績等が保存されている。ヘディンは、植物の学名で命名者を示す場合に、スベムヘディンを示すのに使われる。ありがとうございます。